吉田さん、愛とお金と悪魔ですか。やっぱりね、吉田さんが言うとね、それは一見の価値ありなと思いますね。なんせね、吉田さんは私のお金のない時代からお金のある時代までぐるっとね見てきたと思いますけども、私もそれ同じですからね。吉田さんが一社員として、義務と責任と自分のマインドの狭間で揺らめきながらね、で私から見ると吉谷さんもヒルズ族だったわけですよ。大金持ちだろうなと思ってたんですよ。である日、吉谷さんと私とね合同でセミナーやった時の打ち上げで、あの時20人ぐらいいましたっけね、食べたり飲んだりした後で吉谷さんが今日はおごりますよって言った時に、みんなアイス食おうぜと私は言ったんですよね。プラスアルファで、でみんなでアイス食べてさらにたかるみたいなね。あの瞬間まではもういくらでもおごってもらえる人、いくらでもお金が溢れてジャブジャブな人っていう風な気持ちを持ってたんですよ。でもある意味ね、そう思っていたけども思っていたいという気持ちもありましたね。もしこの吉谷さんが、金がなくてどうしようもなかったら、今まで一体何を信じてきたんだろうかと、俺が金持ちになったのは何だったんだろうかというね、虚像ですよね。そういうちょっと恐れとか不安もあったんで、試したという意味もあるんですよね、あれはね。いや、ちょっとやそっとの追加料金でひるむようだったらこれはやばいぞみたいなねところがあるかなと思ったら、あの時は吉谷さんは結構強がりでやってたのかな、それとも何だったのかな分かりませんけども、イラッとしたかもしれないですね、あの時はね。ごちそうになりました。でもね、すごい良かったなと思うのは、こうやって吉谷さんとの付き合いがぐーっとある中で、ジャブジャブの金持ちじゃないなってことが自分が稼いでいく過程で分かってきて、で借金もありますよってこともどっかでねお知らせいただいて、あ、なるほどと。じゃあ結構厳しい時代もあった、そして会社の指示で動いていたけども自分には見入れが少なかった、そんな時もあったんだろうなと。当たり前のね、中小企業のヒルズ会社といってもね、中小企業の一つですから、みんながね、社員全員が大金持ちなわけないんですよ。社員全員がお金持ちだったらモチベーションが落ちて、今度はねたかる人が出てくるんですよね。その社員によって搾取される経営者っていうのができちゃうんですよ。一部吉田さんそうだったのかもしれないですけどね。他の社員の給料を払うために自分が身を粉にして働いて、社長まだ帰らないんですかみたいなね、お前のせいだろうがみたいな腹割ったら逃げくり返ったかもしれないですけども、そういう銭と人の都合の狭間を見て生き抜いてきた姿ってのは、まさに私も同じようなところだったですからね。さあ、ここまでをまとめてね、人を使って人に給料を払って経営を、仮にもしてきた人間なら、実はビジネスっていうのは自分の力量との勝負であり、そこには正義もね不正ももうごちゃ混ぜになっているということなんですよ。経営者をやってると見える視点、経営者をやってない人から見るお金の視点、当然違います。違うんで、だから経営者の方が偉いだろうってことじゃないですよ。だからいろんな立場があって、いろんな都合があって、いろんな事情があるんで、意見が違って当たり前だと思うんですよ。だから自分の意見が強く信じられていればいるほど、他の人の意見をね潰したくなっちゃうんですけども、そうではない。それぞれの立場からそれぞれの事情があり、それをこうたくさんね融合させて、この社会っていうのが、資本主義社会っていうのができてるんだよってことなんですよね。これが前半でお話したことですね。で、後半でお話することは、稼いできて分かったわけなんですけども、こんな稼ぎ方があるのかと思うと、本当に何なんだろうなと思っちゃうところですよね。それは多くの人には知らされてないし、知らされたところでそれは嘘だろうと思うんで試さないってことなんですよ。じゃあ何かと言いますと、借金はね、借金は免除されるって話なんですよ。これは一発で、はい免除ですよってものがあれば、形上払ってるけどもほぼ免除だろうみたいなものもあるんですよ。で、リスケって言葉があります、代表的なのに。私が経験したそのリスケの一番最初のものはっていうのは、30代の半ばにならない頃ですね、33歳4歳ぐらいの時ですけども、地元の銀行に私は会社の返済をね、ちょっと金を持ってってくれっていうふうに頼まれたことがあったんですよ。それを毎月やってくれって頼まれたんですよね。
で毎月5万円持ってったんですよ。毎月5万です。で一体いくらの返済をしてるんかなと思ったら、それがね、2億円ぐらいなんですよ。2億円ぐらいの返済を毎月5万円でやってるんですよ。これ5万円の返済って言って年間で60万じゃん。60万ですよね。10年で600万ですよ。100年で6000万ですよ。要するに2000年がかりでこの金を返せっていう風な合意が、リスケが銀行と債務者の間に取り交わされて、でそれがまかり通っちゃってるんですよ。すごいですよねこれね。2億円借りておいて毎月5万円返済、生きてるうちには返せないですよね。でもそれが通っちゃってるんですよ。そうすることによって銀行の担当者もお金を借りた人も、特に自分の立場をね壊すことなく、きちんとビジネスもできてね、お金借りて5万円ずつ返してる人も商売ができて、新しい借金ができて、で一発当たってまたね復活してるわけですよ。で復活した暁に残った2億円の借金をまた返すか返さないかっていう選択ができるんですよ。だからその人は返してましたけどね。返した上で資金がまだいっぱいあるから新しいビジネスやってますよ。で銀行の担当者も、まあそのリスケをすることによって債務不履行を起こさずに、いや毎月返済されてますよっていう体で出世できるわけなんですよ。2億円の焦げ付きを起こしてないですからね。こんなことが許されてるんですよね。だって通常2億円の返済が無理っていう方がいたら、一括返済を求めるなりね、なんか裁判で借金付けにするなりして一生終わりチーンだと思うんですよ。中には自殺されてる方もいるんじゃないですか。借金返せずに自殺するなんかね経営者の方もいると思うんですよ。でも借金をした人と銀行の担当者の間でリスケの取り交わしができて、それがねまあ支店長なり頭取が認めたら、それがいけちゃうんですよね。こんなね、何200年返済毎月5万みたいなのが認められて、で5万円ずつ返して、そのうちに一発当たったら残りのお金を返すか、まあ相変わらず5万円ずつ返すかを選べるみたいなね、何なんだろうと思うんですよね。でこういうのは結構それから私の耳に目に入るようになってきましたね。あ、結局金借りてもこれか結構返してねえじゃんみたいなね。あとね、国が緊急的に貸し出したお金をその後ね償還免除っていうのをやってることも私ね何度か耳に入ってますよね。大きな災害が起きた時にその災害に対してまあ一時金をねこう貸すわけなんですよ。例えば家とか工場とか会社ってものが大きな災害で潰れてしまったら、それからまたね家なり工場なり会社を作ると二重ローンになるわけですよ。二重ローンになるとまずは審査が通らないっていう問題があって、そのまま個人だったらね、まあ債務不履行になって、自己破産したりとか、会社だったら破産したりとかするわけですよね。まあそうなった人もいるでしょうけども、何かしらの事情で恩恵を受けた人っていうのは、じゃあもう一回家のローンのための仕組みを使ってくださいと、これはあなただけですよって形でやらせてもらったりとか、工場とかね会社みたいなのが潰れちゃいました、で返済もまだです、でも新しい借金あなたに差し上げるんで、それで商売新しく頑張ってくださいみたいな感じで二重ローンをした後に片方のローンを免除してたりするんですよ。でそういったねお金の仕組みってのがたくさんあるのは、お金のことをまあこれもね勉強してからであり、本当に人っていうのは借金によって潰れるんだろうか、それしか道がないんだろうかと思った時に、そうじゃないルートもきちんと残されていて、とてもじゃないけども一人で返せないような借金を負った人でもね、でもそういうふうな抜け穴があるんだなってことなんですよ。あとはそういう抜け穴を知っているのか、知っていても疑って使わないのかってことになっちゃうんですよ。さあそうなるとですね、知ると知らないっていうのにもう本当人生の大きな落差があります。で自分が知ったつもりになって自分の思い込みを自己正当化したりとか、まあ、自己肯定すると他者の正解を受け付けなくなっちゃうんですよね。例えば愛とかお金とかっていう問題ありますけども、自分の考えはこうなんだ、だからあなたが違うんだ、こういうふうなことが真実ですよっていうふうに突きつけると、本当にその人がねお金や愛についてじゃあマスターしてるんですかってことが見えなくなってくるんですよ。でより自分の考えが否定されることが怖くて反対意見を聞けなくなってくる。で結局じゃあ
お金とか愛とかなんとか言うけども、じゃあその結果あなたは満たされて幸せなんですかって聞いた時に、答えにちょっと詰まることもあるかもしれないですね。無理やりいや幸せですって答えるかもしれませんけどね。いや素直に幸せですって答えても全然いいんですけどね。ただその人が幸せだろうがどうだろうか、実は他の人にはあんまり関係なくって、うん、だから幸せの定義っていうのは自分が持っているだけなんですよね。で他者の幸せの定義を自分に当てはめることもできないですし、自分の幸せの定義を誰かに押し付けることもできないですし、それこそ100人いたら100通りの幸せはあると思うんですよ。肝心なのは自分で設定したその幸せにたどり着けてるかどうかってことなんですよ。さあそれで結論になってきます。お金で買える愛情があるというふうに思っていて、お金で愛情を手に入れた人がいたら、それは幸せなことじゃないですか。いいじゃないですか。それを中身がないですねとか言う必要は他の人からないですし、それこそね、お金がなくても幸せになりましたって人がもしいるんだったら、おめでとうでいいんですよ。本当にそれ幸せなんですか、本質的に幸せなんですかっていうふうに疑って、まあ意地悪に聞き返すことはないと思うんですよね。うん、だから私はこう思います。お金があろうがなかろうが、いや私は幸せで満たされてますよって言うんだったら、それは良かったじゃないですかと。お互い幸せでいいですよねって話をしたいですし、私も実際お金がなかった時に不幸せかっていうと、そんなことはなかったですね。お金があるなにかかわらず、私はいつも自分の心を幸せで満たすことができたんですよ。ただですね、ここからが前回とちょっと似たような話になりますけども、お金がないと幸せになれないって人を私はこの8年間何人もおこがましいんですけど救ってきたと思ってます。お金がない状態の人が、お金があればあれができるのに、これができるのに、こういうふうな幸せができるのにっていう人に対して、じゃああなたお金をゲットしましたよね、お金の稼ぎ方はこうですよっていう時に、いや久保さんありがとうと、このお金があれば私は幸せになりますと、なんとかそれやってみますって形で、まあ未だに幸せかどうか分かんないですよ。でもその時にその方にね、例えば現金を渡すとか、一定のお金を貸すとか、稼ぎ方を教えてあげて稼がせるサポートをするとかって形で、お金がない状態の人をお金がある状態にすることは今まで何回もしてきました。でもその人が求めてるからなんですよ。久保さんそうは言っても正味の話、お金がなかったらね何にもできないですよっていうふうに言われた方に対して、じゃあ一緒にやってみましょうか、こうですよっていうふうにして、実際お金がある状態に持っていく、もしくは今はもうねやらないようにしてますけども、久保さんと申し訳ないけども20万援助してくださいと、くださいって言われるんですよ。そうしないと私はもう生きていけないかもしれない。でもその20万があったら多分ね、いろんな悩みが解決できて、私は久保さんに感謝しながらもしかしたら幸せになれるかもしれないですよっていう形でね言われることがいるんで、何人かの方にお渡ししたことあります。じゃあその後幸せになったかどうかっていうと、そうじゃなかった。それはもっとくださいになりましたね。だからといって20万渡した人がこれからもうそういうふうな人ばっかりとは思わないです。今までそういうふうにしてきた人がそうしたからといって、これから出会う方は別人格、別の人生ですからね。もしかしたらお金を渡しすることによってその人は本当にね人生のきっかけをつかむかもしれないんですよ。ただ悲しいかな、個人でできることには限界がありますし、今私は個人ではなくって家計を持ってますから、私の稼いだお金っていうのは家族のお金であり、私の生まれた子供の大和くんの将来使わなければならないお金なんで、もうね私は自分の判断で人にお金をあげることはないんですよ。もう貸すこともないですね。貸せって言われたら300円とか貸しますけども、でもそんな感じですよ、もう本当に、うん、だからね今はね知恵ってものを惜しみなく提供することによって、あとその知恵を使っていただいてねお金を増やしていくっていうことが、まあ結局はいいんだろうなと思います。まあ、いつまでもねやっぱできないですからね。ということで、国がお金を国債を発行してどんどん国民に渡すことには私はものすごく大賛成ですけども、個人は国債の発行の権利がないんで、通貨発行権がないんで、個人でやることにはあんまり同意できないですし、個人に頼むことではないかなと思ってますね。まあいろいろと申し上げましたけども、私もまだね考え方が固まってないです。まだまだ勉強不足ですし、お金のこと、愛情のこと、それから人生のこと、真面目に考えれば考えるほど泥沼のように答えがなくなって底なし沼ですね。まあだからこそね突っ込んでいく意義があると思いますし、自分は分かりましたっていうほど分かってない人がいるんだろうなとも思います。これは聖書の中の言葉ですけどね、誰かが何かについて私は分かったと言った時、その人はそのことを知るべきほどにも知っていないというふうなことなんですよね。無知の知って言葉もありますけども、
私はね、やっぱりお金のこととか愛情のこととかっていうのは分かってないなと思うんですよ。でも分かったと思っちゃってる人よりは私は分かってるだろうなと思ってるんですよ。それはなぜなら、確かなことは自分が何も分かってないってことだけが分かってるんですよね。だから断言はできないですし、断言できることがあるとしたら自分がこう思ってるってことだけなんですよ。私以外の人がどう思うかは全く想像がつかないですし、そもそも人は気持ちが変わりますからね。これも前回も申し上げましたけど、その気持ちが移ろいやすい人に対してなかなかね、形をはめることはできないなっていうのがね、今回の結論ですね。いやー、このテーマはまだまだ続くんじゃないですか。うん、いや、吉田さんね、ナイスセレクト、いってらっしゃい。